カンボジアのタイ国境付近にある小さな村、タサエン。ここは私が大好きな場所です。といっても有名な観光地というわけでもなく、綺麗なホテルがあるわけでもなく、お店といえば食材を売る小さな露店ぐらい。カンボジアの村に何をしに行くの？とよく聞かれます。私はこの底抜けに明るい村の人たちに会いに行くんです。おばちゃんたちはゲラゲラと笑いながら井戸端会議をして、子供たちは裸足で駆け回って、お腹が空けば木からそのまま果物を取っちゃう。笑顔が尽きないこの村が好きなんです。でもね、この村には内戦の時たくさんの地雷が埋められました。今でも自分の家の庭や畑にある地雷を踏んだ事故が起きることもあります。毎日撤去作業が行われているけど、カンボジアにはまだ400万から600万個の地雷が残っていると言われているんです。村の人たちの笑顔はここで生き抜くために身につけた術なのかもしれない。さあ、次はいつ会いに行こうか。